江東区の猿江恩賜公園なのだ。猿江にあるのだ。猿江にあるから猿江恩賜公園。まあ当たり前なのだ。ここはね、なんだろうね、まあ、区民の憩いは結構大きな公園だから、なんか大きいと木場公園とか辰巳の方にでかい公園に比べるとね、なんだけどねまあまあ大きいから憩いの場になってるのだ。あとなんだろうな、話の種的なのは、昔誰だっけ、有名人結構住んでた、加原朋美さんだったかな多分。あとティアラ高等、高等公開の、まあ、成人式とかよくみんなことやるよね。あとまあちょっとしたなんだろう、有名アーティストがコンサートやったりとか、ドラマの撮影もよく、キムタクがこれピアノ弾いてたことあったな、うん、なんてドラマだっけ、まあいいや。ここね、花が結構咲いてるのよ、実は。他のお姉さんも花の写真撮ってるしね。チューリップが多いかな、うん、イメージとしてはね。あのお姉さんが撮ってるのも花、チューリップだよね。誰もチューリップだよね、確か。ちょっとね、変わったチューリップだと思ったな。そうでもねえか、普通か、うん、なんか色がグラデーションがかって鮮やかでいいよね。まあ実はこれを見せたいわけじゃなくて、もうちょっとすごいのあるのよ、うん、見てるね、みんな人だかり。行くよ行くよ、ほら見えてきた。なかなかだよ、なかなかのチューリップ畑だよ。まああの先の木のとこまでだから、それほどでもないって、そうかもしれないけど、まあなかなかまだこれから咲くのかな。結構何部だろうね、7部8部咲きぐらいで結構咲いてるイメージあるけど、まあなかなかの数なんでしょ。うん、いろんな種類あるよね。あの先っぽがギザギザだとか、なんかやけにこんな尖ってるのとか、結構ね、なんつうんだろうね、知る人ぞ知る的な花畑。向こうあの車が止まってるあたりが大通りだから、大通りからちょっと入ったとこなんだけど、意外とね大通りから見えないんだよこれ。だからあそこのライブで遊んでる子たちは、まあ、当然知ってるだろうけど、中まで入ってこないと意外と気がつかない。穴場的。チューリップってやっぱ綺麗だよね。うん。赤？赤っていうのこれ。赤じゃないか。濃い赤。何色っつんだろう、あれは。あれ黒か、黒いのもあんのか、なんかいろいろあるね。猿江公園っていうのはさ、昔あの貯木場だったんだよね、脇場の貯木場、貯木場っていうか木場そのものが昔は日本橋の方にあったんだけど、明暦の大火っていう火事で日本橋とかね、江戸が大火事になるわけだ。そうすると日本橋にあった木場も
木が全部燃えちゃうから家建てられなくなっちゃうわけだ。んで江東区の福住のあたりに一回引っ越すんだけど、それからここに移るんだよね。なんでここに移ったんだっけな、ちょっと忘れちゃったのかな。まあとりあえずここは大きい公園なんだけど、これ黒ブラックチャームだね、花の名前は色紫って書いてある。なんか毒々しい色だけど、これはこれで目立っていいね。この花びらもチューリップかね。まあいいや、とりあえず話を戻すけど、ここに貯木場があったわけで、木場の職人さんとか川並さんとか、まあいろいろ出入りして、ここで水路がなかったんだろうね、木を浮かべてたという。まあ本来はそういう場所なのだ。でまあそれから恩賜公園だから、恩賜ってことは天皇陛下に関連あるよね。なんだっけな、詳しいことはあれだけど、まあそんなこんなでここで普通の都民都立公園だよな、確か都民の憩いの場になったと。あ、これね面白いんだよ、絵本のワンカットがこの公園のいろんなとこに置いてあって、それをずっとこうなんていうのかな、スタンプラリーじゃないけどずっとめくるっていくわけよ。そうすると一つのお話になって童話が読めるという、なんか親子で楽しむようなそんなような遊びなのだ。まあそういうことで、とりあえず紹介したかったのがチューリップなのだ。すんげえ広いチューリップ畑とは言わないけれど、まあまあこんなところにこんなものがあるとはちょっとびっくりだなっていうような感じのチューリップ畑なのだ。これなんだろうね、ここ入れるのかね、柵があるから入れないんだろうね。この上でコンサートかなんかあるのかね、また面白いね。面白くねえか別に。まあいいや、これでいいのだ。